ナイロン 100°C 第48回公演 Don't Freak Out に出演いたします。松永玲子です。村岡のぞみです。寺さんから聞いた情報で大正時代とか昭和初期とかそのあたりの風情になるのではないかと、そしてホラーであるということは聞いております。多分シリアスなお話になろうかと思いますので、イモンドの勝負とはちょっと違う感じの、そして100年の秘密ともちょっと違う感じの、肌触りのものになるのではないかと思っております。まだよくわからないんですが、まあ、お着物なのではないかしらとか、あと私と松永さんは姉妹なのではないかしら、まあ、一緒に暮らしてるような気がするそんな感じのテイストなんですね。わからないですが、まあ、でも和風なものになるのではないかと思われますし、ちょっとミステリアスでちょっと怖いけどちょっとたまにおかしい味のあるものになるのではないかと思っております。テンション上がりますね。ね。ね。うん、こうお互い、うん、頭が大きい。そうですね。それはどうですか、かぶってて。これはね、軽いんですよ、とっても。私も重いんです。こう、ね、後ろにこう、結構、中身がこうずっしりしてる。ずっしりしてる感じですね。私はこう、フォファフォファして、まあ、ひよこぐらいはいそうですけども。住んでますね、住んでますね、中にね。はい、こちらこう住んでるというよりかこう宝を隠してる感じですかね。そうですね、ちょっともうちょっと頑丈な感じがしますよね。金塊が入ってる感じですね、大変楽しい、うん、楽しく、はいはい、やらせていただいております。ホラーなんだなって改めて思いました。森の中にちょっと怖い感じの女の人が2人立っている、うん、立っていて覗いているというか怖い、怖いですね、うん、ちょっと冷たい感じがするなと私は思いましたけれども、はい、何かが起こりそうな、うん、危険な匂いがしそうな感じがしました。もうどうですか、知り合って20何年になるのだろうか、ね、ナイロン劇団、ナイロン 100°C のが結成されてから私2年目に入りました。はい、私は3年目ですね。ね、はい、でこれが30周年とかですから、うん、ということは27、8年っていうことになるんです、うん、だからもう知り合ったから27年ぐらいにはなる、うん、っていうことですよ。ですよね、すごいですね。すごいですね、そうですね、知り合ってからの方の人生の方が長くなってきております。本当そうですよ、うん、だからもうまあ苦楽を共にした中でございますからね、はい、本当に本当にいいこともしんどいことも共に過ごしてまいりましたので、うんうん、はい、この絶大なる信頼関係そうですね、本当に家族とかこう例えば恋人とか親友よりもいろんな顔をお互いに見てると思うんですね、うん、いい時も悪い時も、うんうん、なので本当にね、他では築けない関係を築き上げていると思っています。村岡のぞみと書いて素敵と読む。そんな。そうじゃん。多分これ多くの人がうーんって言うと思うんだけど、なんでしょうね。これ私が大阪出身だからかもしれないですけど、大阪にはいないねこんな感じは。東京さんだな。江戸さんだなって思いますよ。江戸さん。うん。このなんだろうな。この上品さ。上品はそれぞれの土地にたくさんいらっしゃると思うんだけど、少なくとも西の上品さとはちょっと違う、このシュッとした感じ、昔からそうですけど、このシュッとした感じ、若い頃からそうだった。シュッとした感じはやっぱり村岡のぞみと書いて素敵と読むっていう感じですかね。恐れ多いでございます、うん、憧れる、すごくやっぱり憧れる、憧れです。恐れ多いでございます。私から見ますとね、本当にね、私にないものをも全て持ってるって思うんです。いつも芝居に関してもですし、物の考え方とか振る舞いだから、それが本当に私から見ますとね、なんか自分にない
自分にない世界のものを全部持ってらっしゃるという気がしているので、いつもなんか近くにいると安心できる、そしてなんかちょっとこうヒントや導きをくれるという意味で、本当に私がひよっこの時からずっと後ろをくっついて二十数年ここまで来たなという方でございます。ナイロン100度、ゲストの方だと、ナイロン100度 C の公演に出ていただくのが初めましてな方がお二人いらっしゃいますよね。尾、ね、上さんと岩谷さんは、本当に初めましてなので、いろいろごめんなさいと謝らなければいけないことも起こるかと思いますけれどもその通りです。新しい風を吹き込んでくださることを切に切に望んでおります。はい、ね、うん、劇団員もすごく久しぶりなメンバーも、本当に何年ぶりなんでしょうというメンバーもおりますし、まあ、そこもとても楽しみですし、でもまあ会えばきっとね、ついこの間まで会ってたかのように戻るのかな、どうなのかなとかね、その辺をいろいろ楽しみに、稽古初日を待ってるところです。鈴なりの公演が26年ぶりだということを聞きました。26年前は、私たちが割とメインで出演していた公演、はい、若手が活躍する公演だったものですから、なかなかに感慨深いものがございますよ。そうですね、こうまだ若かった自分たちがもういいおっさんとおばはんになってまた同じ劇場に立つっていうことがなかなか感慨深いです。 その時もね、私と松永さんはこう田中とひづめというコンビのような役どころだったので、まあ、そこから四半世紀以上経ってまたこのようにこう並びで横並びで、まあ、どんな風なお芝居なのかわからないですけど、蓋を開けたらね全然会話しないとかもあるかもしれないけれどもがっつりとご一緒できるというのはとても我々にとって本当に感慨深いもので、鈴なりというね聖地に建てる、また久しぶりにこうナイロン100度 C として建てるということも本当にありがたい瞬間が訪れようとしていると思います。ナイロン100度 C がどういう場所かというのは、25周年の時にも聞かれたような気がし、そして実家ですってやっぱり答えたような気がしますけれど、やっぱり実家だし、なんならもう実家より長くいる自分の実家より長くいる、しかも自分の本当の実家は生まれてしばらくの間自覚ない時間があるけれど、ナイロン100度 C に入った時私24歳でしたから、すでにもう自覚がございますので、自覚がある28年9年ぐらいを過ごしているので、本当の意味の実家かもしれないです。はい、私も本当にそういう質問を受けますと実家ですと答えているんですけど、私は本当にナイロンに入ってが本当にほぼほぼこう役者としてのもう生まれたてほやほやのところで、なんて言うんでしょうね、このナイロンという実家で生まれて育ったみたいな感覚があるので、そこで本当に役者としての村岡のぞみというこう、まあ、生まれたての濡れまだびしょびしょに濡れたひなみたいなのがよちよち歩き出したという実感がありますので、まさにそういう意味での本当に生まれ育った場所という気持ちです。鈴なりというそんなに広くない場所ではございますけれども、もうどうかどうか皆様のご来場お待ちしております。はい、どうかね下北沢の聖地である鈴なりという場所を訪れることを本当に楽しみに、よりね至近距離で我々のことを見ていただけるかと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。大阪では近鉄アート館で上演させていただきます。はい、楽しみですね。はい、はいはい、とてもこれまたお待ちしております。はい、ぜひいらしてください。